材料です。15センチの白色の折り紙を1枚使います。まず最初に折り紙の真ん中に自分の願い事を書いてください。書いたら真ん中で半分に折ります。真ん中で半分に折ります。もう一度真ん中で半分に折ります。線に合わせて四角に折りたたみます。裏返します。
完成です。このツールをお家の真ん中の場所で常に見える場所に置いてください。ちなみにこちらは以前書いたものです。開けてみたいと思います。